まあ、理由はね、大赤身の名字を持つ男がどうやら早死にするらしいんですよ。で、何かしらの曰くがあるから調べたらあかんと。ああ、はいはいはい。黒いその影というかもやというか、それに僕もろに食らって飛んでるんですよ。何や今の、で、赤、黒い影がって言ってたら俺覚えてるんですよ。やばくない？やばくない？やめときます。ダメなんですよ。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。今日なんですけど、こんな DM が僕に届いたんですよね。タックさん、こんばんは。恨めしや。私はタックさんと同じで都市伝説とかは好きだけど、それ本当かよと思ってしまう性格です。うん、なんかこういうと語弊ありますよね。なんか僕全然信じてないみたいになっちゃうんですけど、そこで本題なのですが、先日私彼氏に振られた時、家でその話をすると、祖母から我が家は代々男に恵まれない家系だと言われました。何言ってんだこいつと思ったんですが、どうした？タックさんのチャンネルでもたまにコラボする大若見のぶさんも似たようなことを言っていたのを思い出しました。よかったら本当に家系による呪いみたいなものってあるんでしょうか、調べてください。世の中の全てに恵まれてなさそうなタックンさん、お願いしますということなんですけど、偏見がすごいね君に。すげえイメージ持たれてますけど、今日はですね、このリクエスト来ましたんで、家系についての動画になるんですけど、皆さん自分の家系とかなんか気にしたことありますか？なんとなく昔は商人の家系だったよとかね、武士の家系だったよとか聞いたことある方いると思うんですけど、じゃあもしその家系の先祖が何かとんでもないことをやらかして、誰かから強い恨みを持たれてるとしたら、今日はそんな少しだけゾッとするお話です。まあこれどういうことかっていうと、ちょっと前になんか都市伝説で話題になったものでいくと、あのフィギュアスケーターの織田信成さん、この方織田信長の七男である織田信孝が直接の先祖で、織田信成さん自体は17代目の織田家の末裔と言われてるんですね。これまあ有名な話ですけど、ただ過去に酒気帯び運転で検挙されたことがあるんですよ。この時逮捕した警察官の名前が明智だったっていう話があるんですね。これが出どころ不明の多分真っ赤な嘘都市伝説なんですけど、まあこの時、ああこれ織田家系っていうのはもう一生明智にやられて続けると、まさに家系の呪いだって言われてましたね。いや、酒気帯び運転が原因ですよこれ。こういった家系自体を呪ってくる霊のことを、これを通称因縁霊とか言うんですけど、これ何かというと、恨みを抱いた相手だけではなく、その子孫から末代まで苦しめる霊です。映画とかドラマでたまに、この恨み忘れるものか、お前のことを末代までたどってやるってあるんですけど、まあそれですよね。あ、それだけ恨まれるようなことをしたっていうことですね。まあ、逆に怪事だと、今までそれで化けて出てきたことねえわみたいなシーンありましたけど、この因縁霊とか末代まで呪うということで、まあ、親から子に受け継がれるというものなんですよ。でこれ仕組みがどうなってるかというと、その上の親が亡くなると、親が背負っていた因縁霊が子供に受け継がれるんですね。その子供の子供、そしてまたその子供と継続的に亡くなっては取り継いで、亡くなっては取り継いでを繰り返すと言われています。なので自身のご両親がお亡くなりになった後に体調が悪くなったとか、何らかのトラブルに巻き込まれた時に、これ因縁霊の仕業じゃないかみたいな、そういう風な言い方がされます。ただそれ以外にもですね、結婚して家系に入ったことによって霊に取り憑かれるっていうのがあって、例えば僕と結婚した人が沢村の名字を引き継ぐとするじゃないですか。そしたらもうその人因縁霊背負いますね。まあでも皆さん、僕の先祖が何してようと、ご存知の通り僕は顔面除霊の意味を持ってます。安心してください。有料物件です。こう一人で言ってると悲しくなりますね。まあこれ過去に僕のリスナーさんで、婚約までしてた相手の男性にとんでもない因縁霊がついてたから別れたという話ありましたね。あれ怖かったですね。こう枕元でずーっと女が見てるってやつね。じゃあこのついてしまう原因なんですけど、まあさっきも言ったようにですね、ご先祖様がたくさん人を殺していたっていう場合があって、というのも特に武士の時代ですよね。まあ20〜30代遡っていくと、この時代とか職業柄仕方のない感じでもあるんですけど、ただ武士同士ならまだしも、こう民間人を巻き込んで無差別に大量虐殺をしたとか、そういった先祖がいて家系自体に取り付くというケースが多いと言われています。他にもですね、ご先祖様が地主の方、そして土地を搾取していたとかいう時に取り付くと言われています。この地主っていうのがね、土地を貸してる人に対して使用料を請求する人で、まあ、今でいう大家さんに家賃払うみたいなものなんですけど、この家賃が昔は異常にこう決まりとかなかったんで高くて、生活ができずに追い出されて亡くなった人の恨みとか、そういったもの自体は家計を呪うと言われています。その他にも神社とか寺を焼き討ちにしたとかあるんですけど、何にせよですね、聞いてもらったら分かる通り、全部ご先祖がやったことなんですよ。まあそんなもう知るかっていう感じなんですけども、これどうしようもないですね。というのもやっぱやられた方は一生覚えてますから、相手がもうちょっとでも血がつながってたらもう呪い殺すってやつなんですね。じゃあ具体的に呪いってどうなのかと、もう上から鉄骨が落ちてくるか、そんなことではないんですよ。さっきも DM でもあったように、そもそも結婚できないとか、結婚しても離婚してしまう、子供に恵まれない、まあ、どうも子孫を根絶やしにしよう、ここで終わらせてやろうという動きが多いそうです。他にもですね、病気になりやすかったりとか、よくトラブルに巻き込まれたりとか、なんか不甲斐だなと、まあ、生まれた瞬間から人生ハードモードじゃねえかみたいな、まあ、そういった状態があるというんですね。
俺じゃねこれ、ええ、ただですね、まあ、ずっとその家系に突き続けるわけでもなくて呪いが解ける瞬間があるらしいんですよ。それがだいたい 4,500 年と言われてるんですけど、このきっかけがですね、呪ってる方がもうなんで恨んでたかも忘れたわっつって成仏すると言われています。めちゃくちゃ自分勝手なこいつな。そんな 4,500 年も待てないんで霊能力者とかに除霊してもらうこともできるんですけど、どうなんですかね。ここはもう自己責任でお願いします。ただですね、前半で結婚すると因縁でついちゃうって言ったんですけど、逆に結婚して名字を変えると逃れられるっていう裏技があります。その呪いになんかちょっとこうゲーム性というか規則性があるのもちょっとおかしな話ですけど、ね、まあただ結構報告では先祖代々から不幸に見舞われるってことは少なからずあるんじゃないかと言われてますね。他にもその場所が悪いとかいうこともあるんで、まあ、以前紹介した部屋の間取りの動画、今日の動画と合わせてチェックしてみてください。テレビに出られてる方でも、まあ、あんまりね先祖がやらかしてる方っていうのはまあ風評被害にもなっちゃうんで公表してる方は少ないんですけど、逆にすごい方、これ諸説あるんですけど芸能界にいらっしゃいますよね。まずお笑いコンビのサンドイッチマンの伊達みきおさん、伊達政宗の子孫と言われてます。これ皆さんの知ってる独眼流伊達政宗、この方17代目の政宗で、伊達さんの直接の祖先に当たるのは9代目政宗と言われてます。それでもすごいですけどね。次に仮面ライダーでおなじみ加山雄三さんですね。これが昔の500円札のデザインの岩倉智美さん、この方のヤシャゴに当たる方とそうですね。結構近いですよね。こういうのってどうやって知れるかっていうと、役所で申請するともらえる戸籍を辿ったりとか、家計の調査を専門にする業者なんかもあるみたいなんで、ちょっと気になるなって方は調べてみてください。もしかしたらねすごい発見があるかもしれません。そんな今日なんですけど、ちょっと後半にもっとゾッとしてもらおうということで、 DM にもあった大赤身のぶさん、今回ですね大赤身家についてゾッとする話があるって言ってたんで、これ聞いてもいいですかということで今回動画でお話ししていただいています。なので後半ですね、ちょっと表に出せないゾッとするラジオということで、これから寝るという方でもね聞けるようにお呼びして、名字にまつわる話聞いていこうと思います。どうぞ。表に出せないラジオということで、表に出せない2人お呼びしております。表に出たくて頑張ってる奈良式ですよ。ちょっと出してくださいよ僕たち表に。いやね、はい、前にタクちゃんとコラボさせていただいた時に、はい、僕の名字にまつわる話ですか、はい、実際僕自身が喋ってるとちょっと具合悪くなるんですよ。まずそもそもノブさんの名字って小さ緑でしたっけ。小さ緑ちゃうわ、なんて読むんだそれ。大赤身さんです。大赤身です。大きいに赤身捕食っちゃいました。捕食の方すいません、大義語の捕食ちゃう申し訳ない。そういう時ありますよね、ちょっと勘違いで。大赤身、そう大赤身で、これに曰くがあるっていう話なんですけど、そもそもだって大赤身さんって僕ノブさん以外で知らないですよね。珍しいと思います。珍しい。漢字はね、漢字は簡単なんですけど、めちゃくちゃ珍しいですよね、うん、実は僕ちょっとこう大赤身について調べたことあるんですよ、はい、気になって、はいはいはい、日本でももうダントツで少ないですね。そうなんですよ。ほんと何世帯指で数えるぐらいの世帯しかいらっしゃらない、まあ、一回ねこの話を、はい、島田秀平さんのチャンネルでやらせていただいて、やってましたね、はい、やって、はい、そうなんですよ。それで結構チャンネル見ていただく機会が増えて、はい、よかったねっていうことなんですけど、その時もめちゃくちゃ具合悪くなって、途中で休憩入れてもらったんですよ。なんかねもう本当にサウナ入ってるぐらい汗出てきて、でちょっと休憩しましょうみたいなのがあって、それ以来その自分のチャンネルで一回やったんですけど、はい、松島初音ちゃんのイベント呼んでいただいた時に、はいはい、初音ちゃんが絶対にやってくださいみたいな、そうだな、絶対にやってって言われたんで、うん、自分の中で、はい、その触りがありそうな部分は外してやりますと、はい、だから関節じゃなくてその部分を取り除いて喋りますっつってやってみたんですよ、はい、でこれは順調に喋れてるって思ったんですけど、途中でね上手から声聞こえたんですよ。おばあさんかな、なんか女性の声で、はい、あかんで、あかんでって声聞こえて、はい、何があかんでなんて思ったんですよ、はい、だからそのあかんでの方パッて見たら、同じタイミングで初音ちゃんもそっちの方見てて、聞こえてるやん。でもまあ話してる段階なんで、あかんでるかすごい気になって、はい、あこれその触りの部分を入れずに喋ってるから逆にあかんでなのかなと思って、あそっち裏の裏書いちゃって、で、うん、触りの部分を話にもう一回入れつつ喋ったら、めちゃくちゃ具合悪くなってきて、ちょっと大丈夫なんですかそれは。全然喋らない。僕その時同じイベントだったから、はい、ノブの隣にいたんですよ。でそのあかんでっていう声が聞こえたとおぼしき時に、はい、彼が、まあ、そっちの方向いたんですよ。でなんで今そっちの方向く必要あんのってなった時に、はい、その松島初音さんも見える方だから、はい、なんかちょっとそういうのが両方聞こえたってことで、はい、2人とも同じものを聞いてた、はい、で僕は全く聞こえなかった、はい、分かんなかった。で後々休憩入って、はい、答え合わせするじゃないですか。そしたらあかんでと同じ声が聞こえたんですよ。らしいです。だからもう
本当俗に言う触りのある話で、もう話すだけでも良くないよみたいなことですよね。そうなんですよ。でもね、やっぱりこう聞きたいっていう方が多いんで、もしよかったら完全版はめちゃくちゃ長いんで、ちょっと上手い具合にやります。全然僕あの想像はまだついてないんですよ。はいはいはい、名字に触りがあって話すとまずい話ってなんだみたいな。じゃあ今日こうなんかあるかもしれないとこことか電気バチンとか。ありますあります。全然わかんないです。やだな、ちょっと心して聞く感じですよね。僕も。じゃあちょっといいですか、そんな話いただいても。はい。まずね、あの僕もともと大阪で生まれて、はい、学生の時に神奈川の方に引っ越してきたんですよ、はい、だから中学って神奈川なんですね。中学の卒業アルバムの撮影2回撮り直してるんですよ、うちのクラスだけ。ほう、クラスがってことですか。そう、全員。そうそうそう、集合写真。そんなことないじゃないですか。なんかもう怖い、うん、で、なんで撮り直しなんやろなって思ってたんです、うん、そっから大人になってから、うん、判明したんですけど、たまたま飲んでた時にね、同級生の一人が、親がなんか PTA かなんかで友達が俺に言ってきたんですけど、はい、そういえばさつって、お前のクラス中学の卒アル取り直ししただろ、あれの原因誰か知ってるって聞かれて、いや知らん、あの原因お前だよ。何何何って、あの時うちのおかんとかの間で噂になってたんだけど、どうやら俺のねこの顔の周りに出来上がった写真見ると黒い影がブワッバーってなってたんですよ。2回もで3回目成功したんですけど、そこでねいろいろと合点がいったんですけど、その合点がいった理由っていうのが、2回撮り直しになった時にうちの親父にねたまたま話す機会あって、ちょっと卒アルの撮り直し2回食らってんねんけどなんか気持ち悪いのよみたいなことを俺話してんすよ。だからその時にうちの親父がパッて見て俺をね、で霊感強いですよ、もっとそう、うちの親父で僕を見て、あーはん、あそうかっつって、これ持っていけって言われて、数珠を渡されたんですよ。でその数珠をブレザーのねポケットに入れて、3回目の撮影に臨んだ時に、じゃあ撮りますねって言った時にその数珠が熱くなってるんですよ。で成功したんですよ。おお、だからその数珠のおかげで成功したんだなっていう記憶があったから、原因が俺だって言われたのも合点がいったんですよ。あ、なるほど。でね、そのタイミングでうちの親父に言われたことがすごくこの後いろいろと気になっていろいろと巻き起こすんですけど、その言われた言葉っていうのが、僕信彦って言うんですけど、信彦お前な大赤の名字今後絶対調べんなよって言われたんですよ、思春期に。そんなこと言われて、こう中二病じゃないですけど、これ特別なんみたいな。理由はね、大赤の名字を持つ男がどうやら早死にするらしいんですよ。で何かしらの曰くがあるから調べたらあかんと思うんです。でその時点ではどういう曰くがあってとか理由とかも全然教えてくれなかったんですよ、うんうん、でそのまま10代の時って僕心霊体験いろいろとしてるんですけど、はい、その中でなんかね黒い影、うん、たまに現れたりとかしてたんですね、うん、で僕もそのまま大人になりまして、お笑いの世界入って、うん、しばらくしてからね一緒に後輩と住んでた同居人、はい、でその後輩が親父が会社を経営してて、でその会社の引っ越しがあるから、はい、ノブさん手伝ってくださいと、はい、レンタカーしてね、はい、バン僕が用意して、そしたらバイト代数万円弾むんでみたいな、はい、あ行く行くっつって行ったんですけど、はい、その日ってコンディション最悪やったんですよ、はい、東京に雪が降った2日後とかめちゃくちゃ路面凍結してるし、はい、雪が落ちてきたりする中、バンゆっくりね後輩乗っけて行くわけですよ。5、6階建てぐらいのね、まあそんな高くない雑居ビルなんですけど、はい、高さで、とりあえずねその雑居ビル横付けするじゃん。で引っ越しやから俺降りてトランクを開けるわけですよ、はい、で後輩はその間にお父さん呼びに行ってくると、はい、で雑居ビルの中入ってって、で俺はトランクを開けて準備しようと思ったそのタイミングで名前を呼ばれたんですよ。ノブみたいな声が一瞬聞こえたんですよ。後輩かなと思って、え、何何何っつってそのトランクから離れたんですよ、車からこう振り返った瞬間に雑居ビルの屋上から氷の塊がズーン落ちてきて、借りてきたレンタカーのトランクくっちゃくちゃに、ありえないじゃないですか。うわ何やこれと思ったら音聞きつけて後輩も出てきて、ノブさんどうしたんすか、何これみたいになって、でいや上から落ちてきたんやっつって俺パッて上見たら、その屋上から黒い影がブワーって出てきて引っ込んでったんですよ。うわあれやと思って、あの黒い影見たからやと思った瞬間にいろいろとフラッシュバックしてきて、あ、大赤の名字そういえば最近調べたと俺思い出したんですよ。俺ねお笑いをやりだして名字が珍しいっていうのは有利やから、調べんなって言われてた大赤を実はそのちょっと前に調べてたんですよ。あ、
俺大赤身の名字調べたから黒い影襲ってきたんやって勝手に自分の中でリンクさせてもらって、うわ怖怖っていうことがあったんですよ、うん、でレンタカーは返しに行った時に信じてもらえないんですよ、うん、氷の塊落ちてきて壊れましたって、うん、その時もう携帯にカメラ機能つきたてとかなんで画質も荒いしもういろんなね証拠残して、うん、まあ、持ってて大丈夫だったんですけど、でその日の夜にねその後輩と一緒に帰っていろいろあったやなみたいなことを喋っとって、その日は僕早く寝たんですよ、はい、疲れとったから。その時住んでたボロいね木造のアパートで、扉開けたらすぐ玄関でダイレクトにキッチンがズンってあって、うん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 、右手にトイレとお風呂があって和室が2つそのダニンキッチンの向こうにドンドンってある形なんですね、うん、だから真ん中押し入れで仕切ってはあるものの後輩とこう2人でこう寝てた、はい、寝てたらね夜中に僕あんま目覚めないんですけどちょっと目覚めたんですよ。あれと思ってなんか気になるなと思いつつ若干金縛りっぽい感じで体の動きが重かったんですよ、うん、視線をね足元に移してみたんですよ。そしたらボーっとなんか浮かび上がってくるんですよ。って浮かび上がってきてんと思ったらおばあさんがなんか正座して俺の足元でなんか拝んでる姿が見えたんですよ。なんかおばあさんおるなで昼間あんなことあったからちょっと気になって、で大赤身調べたからやとかいろいろとこう考えながらね、なんやろあのおばあさんつって気になりながら、でもまあ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 、あんなこういうことは慣れてるんで、うん、気にせずにもう気合で寝てまおうと思う、もう一回寝ようと思って目つぶってギュッつってねこうやったんですけど、ずーっとねなんか聞こえるんですよ、声というかなんか言うとんですよ。多分なんかおばあさんこう拝んでるしなんか言うとんなと思いながらこう耳だけ澄ましてたら、お経じゃないけどなんかねなんか聞こえるんですよ、ブツ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 聞こえるなと思って、でーあーこれ鬱陶しいなー、どっか行けんかなーと思いながらパッて目開けたらさっき足元にいたおばあさんが僕のこの服にこうやってるんですよ、拝んでるんですよ。でブツ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 何か言ってるなっていうその言葉なんですけど、一緒に死んで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 って言ってるんですよ。うわ怖っと思って僕その場でね後輩の名前呼んで、うわーっつって、やばいやばいやばいっつって、なんかババ来たみたいなことを言って、どうしたんですかノブさん、勘弁してくださいよ、昼間あんなことあったしっつって、霊感強く知ってるから、ねタバコ吸おうっつって、二人でちょっとね後輩と一緒にタバコ吸ってったら、プルップルッ携帯にあるんですよ。何何何誰っつって携帯パッて見た、うちの親父なんですよ。親父よ、何このタイミングって出たんですよ。そしたらじいさん亡くなったからお前大阪来れるかって言うんです。いやまあ急やけどまあ行くよっつって、どうやって行くんですか、とりあえず犬こうってなってるんで、犬を連れてかなくて、車で一緒に行こうって、大阪行くことになって大阪に行くんですけど、大阪でもいろんなことあって今ねちょっとねどこ抜こうかちょっと考えながら喋ってるんですけど、亡くなったおじいさんはばあさんと離婚してて一人暮らしやったんですよ、はい、でじいさんね拾い癖があって、物をいっぱい持ってくるんですよ、収集癖があって、で自分が住んでたアパートには収まりきれんぐらい物があふれ返ってたんで、いらっしゃいますよね、別にアパートを借りてて、でそこに拾ってきたものをいっぱい入れてるから、その家を撤去してほしいと。だからそのね老人が亡くなった時のその家の引き払いとかもあるし、もうめちゃくちゃやらなあかんことあるから絶対に来いって言われたんで僕行ったんですけど、うちの親父って妹がいてて僕のおばさんにあたる人、このおばさん大赤身のね名前を、まあ、一応持ってるこのおばなんですけど、僕が知ってる限りこの大赤身家の中で一番霊感が強いんですよ。親父だけじゃないんですよ。敵二人だけかと思ってた。そう、でこのおばが強くて大阪に来て、おばと合流した時に僕を見るなりね、僕の後ろちょっと見るんですよ。だそれでさっさっつってこうね僕の右肩とか背中とかこうやってやるんですよ。パンパンつって、あんた大丈夫かって言われて、大丈夫かって何、最近何かあったか、分かるつって、死にかけてんこの前、あの昨日よつって、まあそうか後で聞くわつって、やらなあかんこといっぱいあるから、でお通夜とか告別式とかこういろいろやる中で分担していろいろ作業しに行かないといけないと、でとりあえずやるのはまずアパートの引き払い、業者とかいろいろ読んだりせなあかんから、アパートの方にうちの親父とおばと僕の3人で行くことになったんです、夕方ぐらいに着いたアパートっていうのが
か近所の子供がお化け屋敷やでここって噂してそんなぐらいのボロいアパートなんですよ。でこのボロいアパート電気もガスもどうやら聞いたら通ってない、他の人は誰も住んでないんですよ。うちのじいさんがその一室を借りてたから壊せなかったって言われたんですね。でそうなんですね、じゃあすぐにあの業者で引き払いますんでとりあえず中確認しますねって言って懐中電灯片手に電気も消えてるんでね中入ってくるんですけど、本当にその共同玄関でギシッギシッって音が鳴るぐらい歩くとね、もう本当にボローいアパートで、このじいさんがどうやら荷物を入れてたっていうその一室の前にこうね木でできた扉で簡単な鍵でこう開くような形でねその扉の前に立って、これでとりあえず物を出さなあかんからなっつった、その瞬間に霊感が強いおばがね、のぶちゃん出ときって言われたんですよ。だから親父がそうやなお前あかんやろな多分、何と思って、俺の知ってる限り霊感が強いツートップが俺を外に出そうとしてるから何があんの、でも俺も興味あるんですよ、エピソードトークが欲しい何かがあるんで、だからいや俺おるよ、そうかほんならな強い心持っとけって言われたんですよ、強い心持っとけってどういうことやねんと思いながら、ほな行くぞっつって親父がねせーのでガチャって鍵開けて扉開けた瞬間にあの氷が落ちてきた時に僕が見た黒い影がまたその扉の中からブワッて出てきたんですよ、黒いその影というかもやというかそれに僕もろに食らって飛んだんですよ、何や今の、で親父とねおばさんの方見たらまたかみたいな顔してるんですよ、いや何そのリアクションって、でなんかこの黒い影知ってんのって、あかんなこれってまずいなみたいなことを言うてんすね独り言で、ね、いや俺は全く分かれへんから何っていやとりあえずそのものを引き出そうみたいな、じいさんのこう集めてたものとかこう出して引き払ったんですけど、そこにもこの黒い影って現れてるじゃないですか、うん、そうですね2日連続ですね、そう遭遇してるし、おばは何かしらに気づいてんすよ、でおばがねいやなっつってさっきあのじいさんのとこ行った時に黒い影出たやろっつって前の日に友達の家にこう説明したんですよ、引っ越し手伝いに行ってで黒いねあの鍵がバッて出てきて氷が落ちてきてみたいな死にかけたんやみたいなこと、あそうなんかつって本格的にいろいろ考えなあかんなみたいなこと、嫌な一言です。その時点でねうちの親父は何かを気づいてるんです、うん、気づいた理由っていうのがあって、じいさんのその住んでた方のねこうアパートに行った時にいろんなものがこう出てきた中で金庫の中にちゃんと保管されてた古い文献みたいなのが出てきたんですよ、ほうほうほうと一緒に古い写真が何枚か出てきてたんですよ、それあの俺に見せないように親父がしまったのも見てんすよ、ほうほうほう、あれなんやろなっていう僕は頭の中にあって告別式とお通夜ねあってで家族葬してで終わって2日後の朝ですよね、親父がいないんですよ、ほうほう、おかんにね親父どこ行ったんって聞いたんです、そしたら目血走った状態で多分寝てなかったんやろうね、もうその目真っ赤っかな状態で朝一番で車でどっか行ったで、ほうほう、電話しても親父出えへんからメールですよ当時メールして、おいどこ行ったんやつっていろんなことあんのにお前どこ行ったんつってこうメールしたら今は話されへん戻ってから話すメール返ってきて、こんなん来たって、うん、おばに言ってたらおばはそのメール見なにああなるほどなみたいなリアクションしてんすよ、まあ、そっからね翌日かな2日後かなちょっと正式な日を忘れたんですけど、親父帰ってきたんですけど骨壺持ってんすよ、えんと思って、何その骨壺、確かに誰の気になるじゃないですか、そしたらうちの親父がねいやこの骨壺なお前のヒーバーさんに当たる人の骨や、全然違う人もできたんですね、っていうんですよ、そうあのおじいさんのじゃなくてってことですね、ひいおばあさんの骨ってどういうこと、いや話したら長なんねんけど、うん、って言われてそこで説明されたことでいろいろと分かることがあって、うん、まずうちのこのひいばあさんなんですけどうちね大赤身の文献に当たるんですよ、ほう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 、全部が一族じゃないんですよ、はいはいはい、大赤身全国にいてんすけど、はい、でうちの大赤身の分家がうちのこの大赤身ですけど、はい、本家の大赤身があるわけなんですよ、ね、はいはい、でこのひいばあさんっていうのはこの本家からあーなるほど来てて分家になった理由がありまして、はい、うちのひいおばあさんが昔のねこの田舎のなんか風習だ飲酒だっていうのがなんかこういろいろある中でなんか嫌で家出したんですよ、うん、家出してで石川県にね本家があるんです、うん、でその石川県から家出した先っていうのが愛知県なんですよ、うんうんうん、で
愛知県で彼氏ができまして、その彼氏と結婚するみたいな話になったんですけど、時代は古いんでね、向こうの家柄がいい家柄だったんですって、で同居の相手なんですよ、同じ。この彼氏っていうのが代々昔から伝わる宮大工の末裔なんです。神様に従事する仕事の一つなんですよ。ほいでその宮大工の棟梁のこの血筋やから、当時の時代からいくとすごい位の高い家系らしくて、こんな家出してきた女の子と一緒に結婚はでけへんって言われて、無理やり別れさせられてるんです。でもその時にうちのひいばあさんのお腹にはもうおじいさんいたんですよ。だからこの状態で愛知県から石川県に戻るんですけど、時代が時代なんで、どこぞのものかわからん子供をお腹に宿して、もう一回戻ってきてすごいいじめられたらしいんですよ、この親戚一同に。なんかこういろいろとで、きついきついっていう状況でじいさんを産んで、でじいさん育ててる中で大阪の方に引っ越してきてみたいな感じなんですけど、結局ひいばあさんは亡くなったらお墓がないんで、この本家の方の墓に入らないといけないんですね、はいはいはい、でこの本家の方の墓に入ることになるんですけど、ここでまず一つ目の謎なんですよ。うちの親父がなんでその石川まで行って骨壺を持ってきたかっていう謎、あの親父がね、じいさんの家でこういろいろとこう探してる時に文献と写真見つけたって言ったじゃないですか、でね、その写真ちょっとお前見てみろって言われて見たんすよ。そしたらそこに写ってた女性なんですけど、俺が一緒に死んでって言われたあの女性の若い頃やったんす。俺この女性前の日に家で寝てたら一緒に死んでって起こされた女やで、俺若い時やもん、お前も見たんかって言われたんです、親父。で親父も見てて、それ同じ日、同じ日です。そう、それはいや、その日も見て、前の前にも見たことあるんですよ、親父は。でその写真を見て、その写ってた写真のこの感じからひいばあさんやっていう、親父もかすかな記憶、おばあちゃんの記憶があって、ひいばあさんやってなって、でそこでピンときたらしいんですけど、僕ね、一緒に死んで一緒に死んでって言われてたじゃないですか、親父ね。なんでこの骨を抜きに行かなあかんかって思ったのが、ちょっと話を知ってたんですよ。このひいばあさんがこう家出して、で分家になったっていう、こういろんなことを親父は知ってたんですね。でうちの親父、じいさんが亡くなった日に家でパソコンで葬式のこういろいろパソコンで調べてた時に、急にパソコンがパーンって落ちたんですよ。でブラックアウトしたそのパソコンの画面にひいばあさんが自分の後ろに出てきたんです。でなんか言うてると、そこで何かを感じ取ったらしいんです、親父は。で一緒に大阪来たじゃないですか。でこう調べていく中で、その写真に写ってたのがひいばあさんっていうことが、もうそこで親父は確証を得たと。で自分の中に何かが降りてきたみたいに、いろんなことが頭の中を駆け巡ったらしいんですよ、うちの親父。その中でいじめられて、一緒に本家と一緒に骨を入れられてるっていうことがすごく嫌だから、出してほしいっていうことが親父何か感じ取れたんですって。お前あの一緒に死んで一緒に死んでって言うてたやろつって、あれ俺にも言うてきたんやつって、一緒に死んで一緒に死んで、あ言われたんつって、一緒に死んでってなんやろなって俺考えとったんやけど、俺一回大赤身のこと調べとった時にな、その愛知県のこともいろいろ調べたんや、一緒に死んでって方言や、愛知県で一緒に死んでっていうのは、一緒にしないでっていうことなんですよ。はー、なるほど。一緒にしないでっていうことが愛知県だとエリアですよ、そのエリアによっては一緒に死んで一緒に死んでって言うんです。お前一緒に死んで一緒に死んでってずっと言われた、俺も言われとったよ、多分これな、骨一緒にしないでってことやねんつって、本家の手に伝えてくれっていう。だから俺こんな状態になるのってごく稀なんやんつって、だから俺行ってきたんやんつって、で本家まで行って事情話して、ちょっと骨ね、こつこその住職読んで、ちゃんとねお経を唱えてもらって、骨はこっちで管理しますんでっていうので、一生懸命こう行って抜いてきたんやんつって、今はその骨を、まあ亡くなったじいさんと一緒に寺でこう管理してもらってるんですね、僕がね見たそのばあさんの幽霊、ここまで話してちょっとおかしい点分かります？
おかしい点。途中から出てきたそのローマの一緒に死んでっていう内容はここで分かりますよね。分かったじゃないですか。でも確かなんてノブス分かんないノブさんのところに出てきたかったみたいですね。ですよね。はい、お父さんのところもそうですけど、ね、そしたら本家のどっか誰かに出ればよかったんじゃないかと思います。もう一個ここで何も判明してないのが黒い影なんですよ。ああ確かに全然関係ないですね。黒い影はないんやっていう部分の話がおそらく触りがある。これで、なるほど。ちょっと端的にはなってしまうんですけど、うちのじいさんもうちの親父も、まあ、僕も全員共通してるのが生まれた直後に絶対死にかけてるんですよ。ほう。20代30代絶対に僕一回そのね黒い影が氷の塊落としてきて死にかけてるじゃないですか、うん、うちの親父もうちのじいさんも九死に一生を得た時に黒い影に襲われてるんですよ。この黒い影っていうのは多分曰くなんです。その黒い影なんですけど気にしつつこう生活する中でうちの息子はもう大丈夫やろうと思ったんですけど息子も生まれた直後に原因不明で NICU 連れてかれてるんですよ。決まって絶対に死にかけてるんですけどみんな親父もうちのじいさんもで俺も40超えてるし、うん、うちの親父も60超えてるしでうちのじいさんも70超えて亡くなってるんですよ。おかしくないですか。大赤身家の男が早死にするっていう。ほ う, ほ う, ほ う, うちのじいさん分家になってから大丈夫になってるんですよ。でこれはおそらくひーばあさんが守ってくれてるからだっていうところが僕らの中では答えができてるんですよ。なんでかって言ったら一番最初に話した卒アルの時に黒い貝が出た時に親父に渡された数珠、はい、あれひーばあさんなんですよ。ただ解決してないんですよ。この黒い影っていうのは必ず代々この大赤身の分家の方にも来るんですよ。殺そうとしてきてますもんね。はい、ただ回避できてる何かそれは何だって言ったらヒーバーさんしか考えられないんですよ。だからうちの親父はねこう言ってました。ヒーバーさんの骨をこっちでもう持ってきたから、はいはいはい、おそらく大赤身の呪いはもう脱出できたはずだと、うんうんうん、回避できたはずだ。そう言ってた中でうちの息子も NICU になったからまだあるんだろうなって思っているんです。だから僕はこの話を話すたびにちょっと具合悪くなったりとか今日も僕途中で今記憶飛んでるんですよ。話バラバラになってるんです今。ただそのうちのひーばあさんがたびたびね助けてもらってるんですよ。へー。あ、それ以外でもってことですか。別の、まあ、話になるんですけど、まあ、心霊スポット友達に無理やり連れてかれた時に、はい、僕は見てないんですけど肺病院行ってで肺病院の中で僕の友達が僕をビビらそうとして懐中電灯をね僕の顔にバッて照らした時に、はい、照らした本人がうわっつって逃げてったんですよ、うん、でお前何そんなすねんって追いかけてって聞いたらいやお前の後ろに懐中電灯こう照らした時よなんかおばあさんいたっつって、うん、全然怖くなかったんですよ。で、はい、俺その時ポケットに数珠入れてたんですよ。おー、なるほど。でその病院って右ルートと左ルートに分かれる病院でね、はい、右ルート行ったのが僕とその友達2人なんですけど、はい、その右ルート行った時に数珠熱くなってたんですよ。でそのタイミングで老婆見たおばあさん見たって言われたから、うん、絶対ひいばあちゃんやと思って、うん、守ってくれたんやと思ってそしたら案の定その病院行った時に右ルートじゃない左ルート行った3人全員不幸になったんですよ。だから本当にヤバかった場所に行って助かった時もひーばあちゃんが助けてくれたんだって僕は思ってるんです。だからこのひーばあちゃんの守りがずっとあるからこの大赤身の呪いは今のところ回避できてますよ。ただ今の時点で大赤身のこの曰く呪いは何ら解決できてないんで今後はあんまり調べないようにしようかなと思ってます。ちょっと内容抜きました。でも以上です。でも実際何の呪いなんですかね。その辻褄が合うように行くと例えばですけどこうそういう扱いを受けたひいおばあさんが起こした呪いの可能性も考えるとそういう話の方が結構多くないですか。これがね、まあ、それぐらいのそういうパターンが多いんですよ。親族からいじめられて省かれてあの時引き剥がされてで本家からも追放されてじゃないですけど、はい、それでもう大赤身一族全員呪ってやるみたいな、はい、本を渡して全員終わりにしてやるみたいな意味合いがあれば分かるじゃないですか。でもまあ感じるそのおばあさんの
っていう話になってくると本家の方で何かあるってことですね、おそらく。だからそのうちのひいばあさんが家出した理由もあって、本家の男が早死にするから結構その婿養子でなんとか賄ったんです。だから女性も大事なんですよ、はいはいはい、大若家の中では、うん、血を絶やさないために、うんで、こう婿を取るためのいわば道具ですよね、言い方悪く言うと。それが勝手に出てったから戻ってきた時にだいぶ迫害を受けたっていう経緯もあって、この大狼の男が早死にするっていうところを理由を解明しないとこれはちょっとわからないですけど、そう考えると根が深いものですごく前まで遡らないとわからないことなのかもしれないし、いわゆるこういうの七代たたりみたいなことって言葉あるじゃないですか、そこまで。でもあれ七代たたりってなんで7代かっていうと、反省する機会を与えてると。本当に憎いんだったら根絶やしにすればいいんですよ。確かに、ね、なんでそこで止めるかっていうと、そういうのが代々続く中で本当にごめんなさい、過去を行った先祖のこと申し訳ないっていうチャンスを与えてるっていうことも僕はちょっと聞いたことがあるんで、そもそもが分かんないと謝りようもないですよね。いや本当そうですよね、根っこの部分っていうのがね。じゃあでもどうなんですか、今それをご存命の方で大神にまつわる何かを知ってる方って実際いらっしゃるんですか。なんかね、これを周平さんのところで話したりとか、いくつか情報が来たんですよ。やっぱこう大赤身っていうちなんだ、大赤身っていう名前と言いますか、なんかこう赤身なんとかみたいなんとか、ちょっと関わりのある愛知県とか石川県とかいろいろ調べていただいて、こうとある神社が関係してんじゃないかとか、ここの神社にはこういう曰くがあるから、こういう曰くからこうなってんじゃないかとか、いろいろな情報いただいたんですけども、どれもちょっと確証は得てない状況なんですね。赤っていう感じもね、そもそも成り立ちはみたいなありますよね。本当にね、僕が記憶してるんですけど、うちのじいさんが僕がちっちゃい時に死にかけたんですよ。おばあさんも同じようにですね、すげえ交通事故に巻き込まれて、俺未だにうろ覚えなんですけど、はっきり覚えてんのが、両手両足骨折の状態で、で首もコルセット巻いて、息も絶え絶えな状態で、赤く黒い影がって言ってたの俺覚えてるんですよ。でうちの親父が聞いたのは、ゲンチャリ乗ってて、朝ね、お寺に用事があって出勤前にゲンチャリで右折しようとしたんですよ、はい、で車通りないんですよ、そんな早朝なんで、で行けるなと思って、ちょっとまだね暗いんですよ、日も出てないんで、暗い状態で、あ右折できると思って、右折曲がった瞬間に車がバッて出てきて、ドーンってなったんですよ。でじいさん曰く、その車って急に出てきたって言うんですよ。だからこの車が黒い影で覆われてて、気づけない状態で引かれたんやってじいさん言ってたんですよ。狙いに来てるんですよ。どのタイミングで来るのかわかんないですけど、例えばですけど、それがまだ解かれないってことは、はい、そのノブさんのね、息子さんの、はい、そのまあ孫にあたる子も、うん、もしかしたら同じような経験する可能性があるってことですよね。でもね、うちの親父がもう大丈夫じゃないかって言ってましたよ。でも大丈夫からのノブさんの息子さんが同じような状況だったんじゃないですか。はい、薄まってるんで、だいぶその呪いがめちゃくちゃ強い状態で来てるんだったら、じいさん死んでるはずなんです、はいはい、若い時に、はいはい、で俺も生き延びたと、お前もやばくない、やばくない、何のやばくない、今の何何何何今のだから今の何ほら起きるんですよ、今のはやばくない、え、うん、えでしょ、何今の音、ないない何もない、いや、ね、絶対転がって落としましたよ、ない、なんか玉みたいなね、うん、そう、なんかが落ちたでしょ、これ、これじゃないですか、はいはい、で、俺も生き延びたと、お前も、で、俺も生き延びたと、お前も、なんか弾けたよって、なんかが丸いものがなんかねえ、いやそう、今、タクちゃんが持ってるなんかちっちゃい、これ、でもなんかこれ、転がってるやつけど、なんでどっから来たこれ、え、なんかちょっちょちょ曲がってるんですよ、ちょい、なんこれ、ちなみにその今音鳴ったでしょ、俺この黒い影の話って覗いてる部分なんですよ、流れで俺話そうと思ってちょっとふんわりと喋り出した時に音鳴ったから多分ダメなの、もうやめとく、もう一個あるけどやめときます、ダメなんですよ。いやこえでこれ俺話したら必ずなんか、うん、いつもなんかこういうのはこんなことばっかり、いやそう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 、なんで話しちゃいけないのかっていうところもちょっと気になりますよね、誰が嫌がってるんでしょう。あでおそらく初音ちゃんの時に聞こえたあかんでってあれひいばあちゃんですよ。なるほど、ひいばあちゃんがダメだと、なるほど、まあ、確かにそのびっくりしょ、その捨てないのは僕今のはマッチポンプですね、はい、今は僕の、はい、足ですね、絶対ここで出したあかんてんねや Ha ha ha!
絶対ダメです。ちょっとびっくりした。一回立ちましたから。だからもうなんかそういうのってこう名前出せば出すと実態が強くなっていくとか言うじゃないですか、私が頑張って抑えてるのに、はい、頼んであんたまたこう呼ぶような、うん、強くするようなこと言うのっていう感じかもしれないですよね、はい、だからエピソードとしてはこのひいばあちゃんの下りの部分は俺大丈夫だと思うんです。まあまあそうですね、ひいばあちゃんの話ですもんね、ご自身のね、はい、でこの黒い影、はい、あの時もハツレちゃんの時もあかんでってその外した部分を外してるからあかんねやと思って、その今みたいに黒い影の話をちょっと話し出したらあかんでって言われたから、だから多分その部分なんですよ、この話でダメな部分。だから本当はまだあるんですけど、これは黒い影ってそのノブさん的にですけど、はい、まだいると思います。僕の中では多分いてるんですけど、さっきも言ったように薄まってると思うんですよ。薄まってるって何かの力がどうですか。例えばその呪いが7代まで続くとしたら、うん、俺7代先まで1代目にかけた呪いがそのまま強くくるとは思わないんですよ。なるほど。で呪いが薄まる。いやどうでしょうね、うん、そんな気がして、いや呪わせたいんかい。いや違うんですよ考えてみた時に、はい、なんかよく言うじゃないですか、1兆円とかも次に移る人が一番強かったりとか移ったらさらに強くなるみたいな治りがけが一番移りやすくて移ったらどんどん強くなるとか言うじゃないですか。病気はでしょ、病気ウイルスは媒介すると強くなるみたいな、毒素を増すみたいな。でもなんでこういう考えに至ったかっていうのは、はい、一緒にみんなで呪いのものを見たりした時に全員が呪いを受けたとして、人数が多ければ多いほどその呪いって薄まるっていうことをよく聞くんですよ。確かに。いやちょっとこれ聞いたら呪われるとかやつですか、この話、はい、いや今のところは俺それは聞いたことないですね。そういうことはないと思います。どうなんすか、ノブさんあれじゃないですか、黒い影見えるから黒い車乗ってるんじゃないですか。関係あるかい、もうやっぱりいかついっすもんね。いかつくね、ファミリーカーはね、選ばないでしょ、選ばないっすね。全然下白ですもんね、基本。だから選ばされてる感じあるかもしれないですよね。視界の端とか、自分の生活の中で実際まだここにいるなとかいうのあるんじゃないですか。違う、もうね、あのね、都市ボーイズの早瀬がね、俺の車をね、黒サイみたいっていろんなところで言うから、あの全員がすげえいかつい車乗ってるとね、みんな勘違いしないリスナーたちが、はいはい、ファミリーカーやからミッキーのこのキッズシート乗せてあるからね。だから黒い影がついてるから普通のスケールよりも大きく見えるんですよ。宿ってる、ね、宿ってるからシヤッとした瞬間とかにこうね、また見えるとあれですし、でもさらに心配なのは息子さんですよね。びっくりしましたよ。その息子さんが救命、うん、はいはいはい、に運ばれた時、はい、一緒だったんですよ僕確か。おー、そうなんです。他の YouTube とか芸人さんとコラボをするっていうんで、はい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 、なんかその打ち合わせがなんかしてたの時にノブに連絡があって、ちょっと息子が行かなきゃいけないんでって言って行ったのを僕は覚えてるんです。それはまた別の話です。違いました、これは全然違いました、僕の記憶と。それ生まれてからですね、それ帰ったの。そう、だから、はい、あ今ここ喋れるとこ来たなと思ったんですけど、また違う記憶でした、すみません。違いました、ね、すみませんでした。今日カロリーの使い方の違いがすごいエグくない。すみません、ちょっとここ行けるなと思ってます。あれどうやら違ったみたいでした。はい、それ違ノーフライとカツ丼3人分ぐらいの喋り、はい、そうなんですよ。それは、あの息子がアレルギーが出た時ですね、帰ったの。ああ、そうなんですね。いや、嫌ですね。でもなんかその心配をこの先もし続けないといけないじゃないですか。そうですね。だから親父ね、元僧侶って言ったじゃないですか。で、還俗してるんですけど、はい、未だにやっぱりね、その仏壇に向かってお経を唱えてるっていうのは、もうその会社とかこう辞めて、うん、もう引退してから、もうずっと毎日やってます。結構ね、僕の投稿団の中にもその一族を呪うための呪いみたいなのをかけられてしまうと、うん、もう止められないっていう話がものすごく多くて、あなたの呪い解いてあげるにはもうあの人から離れるしかない、その一族から外さないといけない。奥様とか大丈夫でした、何もなかったですか。嫁はね、めちゃくちゃ強いんですよ。影響受けないんだね。うちのね、おかんも強いんですよ。だから不思議と、そもそも男性が早死にするっていう話だから、で不思議とうちのおかん、まあうちの嫁見てると、大赤身の男が嫁にもらう女性ってめちゃくちゃ強いんですよ。なんか霊感が強いじゃなくて、うん、気が強いと、はいはいはい、気にしないというか。ああ、だからそのひいおばあちゃん的な何かあるかもしれない、うん、そうなんですよ。もうそのような人で、はいはい、それでもすごく大事だっていうね。なんか払うっていうのが、霊感があるない関わらず、うちの母ちゃんとか嫁とかが強いっていうのも薄まってる要素の一つですし、ね、もう一つひいばあさんの相手宮大工って言ってたんですよ、はい、神様を、そっか、扱
扱うところのね血筋の人なんです、うん、だからその神様に従事する人の血がじいさんに入ってるからじいさんから強くなってる、うん、そうそうそう神様の加護も入ってるからじいさん親父俺息子ってこう薄まってってるんじゃないかなとも思うんですそこで助けられてる部分っていうのも大きいのかもしれないね、大きいと思うんですよでもそれで培ってきたものをもう話すことで全部無駄にしてるわけでしょ怖い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 だっておばあさんはひいおばあさんはあかんあかんでって言ってたよ、まあね、また違う違う違うこれは一言言わせてくれ初音ちゃんもタッグちゃんも俺に話させるから俺は話そうとしてないんだわいやそんなえぐい話かと思わなかったそのなんか初音ちゃんも話しちゃいけない理由もちょっと分かんないじゃないですかまあそうやったら聞きたくなりますもんね、まあ、話すと今夜来るからとかそういう単発的な話なのかなと思ったんですけど、うん、なるほどバチ先祖あたりですやめなさいちゃんとダメそうなところ外してあるからねいやでもなんかそれ近しい人も危ないかもしれないです大吉田さんとかもやっぱ、ね、いやいやちょっと混ざってもらったいや俺吉田がなんかちょっとダメみたくなってるからそれだといや大吉田大吉田だったらいいのかな大吉田 の,、ね、吉田の僕はでもね大何もないわかんねっていうか守られてるなと思いますよ、うんだ黒影とか見ないですいや全然見ないですね何なんでしょうまたそれなんかここで話したことによってなんかやめてくださいよ次の日バーンって事故アウトかいやまあ大丈夫だと思いますよいやもう大赤身伝道師が必要になるじゃないですか大赤身伝道師ってこの話をこの話伝えていかなきゃいけないねこれ確かにね、はい、状況がねこう状況なんで親父と同じように、うん、こう息子が中学になった時に、うん、俺も言うかもしれないお前大赤身の名前調べんなよおーいやいいねそれまた息子につながっておもろいわそれ大エモだじゃないですか大エモだいやエモいと混ざってもエモいそこ大つけなくていいですよ歯も関係ないですよ関係ないでしょいやちょっと気になりますねまたなんかね、でも気になるでしょ気になるんですけど、はい、もうなんかねこれね本当に気になるけど調べようっても思わないんですようーん、ね、じゃあまたちょっと進展というかなんかそうです、ね、もしあったら、ね、教えてください僕もそれ聞きたいですねでもねあの実際うちの、まあ、息子をね親父に初めて会わせた時にこう抱っこしながらあーついでるなーって言ってた分かる分かるんだね、うんうん、だちょうどあの僕はノブさんの今の年齢になるぐらいに、はい、その息子さんの思春期超えて、うん、しっかりお話ができるようになってる可能性があるじゃないですか確かにで多分その時にはもうノブさん死んでるじゃないですかもうもちろん、ね、全然死んでますよまあもし死んでたら、ね、僕が息子さんの話しますよ、ね、お父さんだなって面白いお父さんだなって、ね、お父さんと話したんだよってこの場所でさーっつってちゃんとね伝えてね伝えとくんで、心置きなく言ってくださいじゃない絶対しないよ頑張ってきて申し訳ないけど俺が死んだらちょっとマグロ元で立ちますおいやもうちょっとやめてくださいよ死んだらもう二度と出んといてくださいよいや忘れないんで怖いもそれは怖い忘れないんでもうちょっとなんかねもうゆっくり休んでくださいケツ乗せますここに俺多分もう喋んないですこれもう死んどいやいやいやダメですよまだ令和入ったばっかですしゼップだよねいやいやいやあそこのゼップでじゃこのタックさんのところをもうラストにする勢いで話したね勢いで話しました今日も前にね話すって約束してたんで確かに今日は特別です素晴らしい命を削ってまで、すいませんありがとうございます、はい、じゃあちょっとこの、はい、今回コラボですね、はいはいお二人のナノシーチャンネルの方で、はい、コラボさせていただいてますそうなんです、はい、とんでもない書類が届いてるんでいやそっちの書類させていただいて X ファイルのようなものが届いてあれはやばいっすねやばい書類届きましたナノシーチャンネル、はい、ぜひ登録の方よろしくお願いします。見てほしいですね。ちょっと20万に見かれたということで、はい。ありがとうございます。大丈夫ですね。もう心配ですけどね。あっちのファイルはあのファイルも、ね。ぜひ皆さんの目で確認してください。あれもやばいです。あれも黒いやつですから。黒いね。黒い影も影ですね。黒いやつね。ってね。ということで、本日のゲストはですね、七不思議のお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。